はい、どうもトカゲのさんです。今日はですね、皆さんにねちょっとクイズがあります。今日は3月12日なんですけど、さあ何の日でしょうか。ちょっと考えてみてください。3月12日ね、もしかしたら知ってる人は知ってるかもしれないですけどね。はい、何の日でしょうか。ちょっとね考えてください。考えて分かったでしょうか。はい、正解はですね、駄菓子の日なんですよね。はい、3月ね12日は駄菓子の日でございます。その駄菓子の日っていうのを決めたね人がいます。それがですね、駄菓子で世界を笑顔にする会の人たちがね決めたみたいです。僕もね知らなかったんですけどね、そういう会があること自体ね知らなかったですけど、たまたまねちょっと見つけて、その駄菓子で世界を笑顔にする会に僕もね入りました。はい、会員になりました。その会なんですけど、いろんな駄菓子メーカーの社長さんとかがね参加してるような会でございます。例えばね、オリオンの常務取締役の人とか、あとコリスのね社長とかもね入ってたり、でヤオキンの営業本部長さんとかねがね参加してる会でございます。その中にね僕もね参加しております。はい、それはですね、誰でもね参加できます。その会の目的っていうのがあるんですけど、それにね賛同してくれる人であれば誰でもね入れるみたいです。賛同会員入会申し込み書っていうのがねこういう風にあるんですけど、それをいろいろ書いてファックスでね送ったら会員になりましたっていうねメールが届きます。そしたら会員ですね、もうあなたも会員っていう感じですね。その会の目的っていうのが、3月12日駄菓子の日の認知度を高め、駄菓子と笑顔の交換を全国世界へと広げるが一つですね。で、二つ目が駄菓子を作るメーカーと、あと小売店とかが連携して後継者問題とか、あと売り場減少とか、そういう問題を解決していく。で、3つ目が駄菓子の新たな市場開拓で、4つ目が貧困や虐待、被災で苦しむ子どもたちを応援し、子どもの笑顔から大人の笑顔へ絆をつなげる、そんな感じですね。それが会の目的ですね。だけどもうこの名前の通りですよね、駄菓子で世界を笑顔にする、それがもう目的ですよね。で、駄菓子のメーカーと小売店とかが協力して子どもたちをね笑顔にするっていう、ただそれだけの会ですよね。なんで駄菓子イベントをねやってるみたいですね。駄菓子リレーとかで、なんか駄菓子アイドルとかそんなんもいたりしてね。はい、そんな感じでね、今日は駄菓子の日ということでね、僕のね店舗でもなんかねやりたいんですけどね、ちょっとね今コロナウイルスの関係でね、ちょっと人を集めたりするイベントをちょっと自粛してるんでね、今回はね何もしないですね。はい、それの代わりといっては何なんですけど、視聴者ねプレゼントをねちょっと用意しました。それがですね、
え、今日の何だっけ、子供六法子供六法だ。はい、今日の子供六法です。警察や先生の仕事を邪魔してはいけないよ。今のうちに逃げろ。公務執行妨害及び職務強要。公務員（国などの仕事をしている人の仕事を邪魔するために暴力を振るったり脅迫をしたりした人は3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金とします。証拠隠滅等、他人の刑事事件に関する証拠を隠したりなくしたり作り変えたり偽物の証拠を作り出したりした人は3年以下の懲役または30万円以下の罰金とします。はい、こちらでございます。このね、今大人気の鬼滅の刃のね、炭治郎くんのね、クッションですね。裏はね、こんな感じです。見えてます。はい、これね、今もう未開封のね、状態なんですけど、これをね、ちょっとね、視聴者の方にプレゼントいたします。はい、いりますかね、これ。実はね、視聴者プレゼントね、1個してるんですけどね、いまだにハガキがね、一通も来てないですね。まあ、プレゼントのね、商品がね、ベビーかき餅なんでね、いらないですよね、よく考えたらね。はい、そんな感じでね、これはね、さすがに、いる人はね、いるんじゃないかなと思ってます。はい、いりますよね、これ。はい、これ送りますんで、応募方法はハガキです。住所、氏名、年齢、性別、あとこの番組を見た感想感想をね、書いていただいて、こちらのね、宛先まで送ってください。抽選して1名の方にね、差し上げます。そのハガキがいっぱい来たらね、抽選の動画をね、撮りたいと思います。近所の人とかはもうポストカードとかに書いてもらって、僕にね、渡してくれても大丈夫です。チャンネル登録とかはね、別にしなくてもいいんで、誰でもね、この動画見た人は応募できます。はい、駄菓子の日ということで、視聴者プレゼントね、いたします。できればね、毎年ね、やりたいと思ってます。じゃあね、今日はこんな感じで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。